包囲された牧羊場にかよわき姫が籠城せり、この報を受けた巨匠郊外服部半蔵は牧羊場に急行する。主とは異なれど彼らの心に迷いなし、見知らぬ姫を救うため戦火に身を投じる。Fuck!
せてもらおう。俺の攻撃を封じさせるか。これが消えればなるまい。液晶液晶大活躍ですな。